速稼塾の久保でございます。私の運営する速稼塾にはたくさんの方、1000人以上の方がいらっしゃるんですけども、その中でもね、 YouTube に特化して頑張ってくださる方、 YouTube クラブ活動のね、部ってつけるんですけども、 YouTube に属している方がいらっしゃるんですよね。この YouTube の中で私がね、最もやっていただきたいなっていうのがパーソナルジャーナリストってものなんですよ。パーソナルジャーナリストって何か分かりますかね？それはね、個人で取材して個人で発信するってことなんですよね。で、今回西アクラソンの山根さんがね、このパーソナルジャーナリストをやってくださってるんですよ。で、西アクラソンの企業をね、たくさん紹介してくださったりとか、西アクラソンの魅力を紹介してくださったりとか、あと個人的に好きなものを紹介してくださったりとかね、とにかく自分の住む、ご自分のね、お住まいになっている西アクラソンっていう地域をものすごくね、YouTube を通じて世界に発信していらっしゃる西アクラソンで一番なんじゃないかなと思うんですよね。こういった方のね、映像っていうのは非常に個性的で楽しみなんですよね。で、今回はですね、森林を守るとかね、第一次産業に従事する方にフォーカスを当てたある会社のことを紹介してくださってます。このレポートがまた上手なんですよね。はい、皆さんもね、こういうふうな YouTube 活動とっても楽しくて地域に貢献して、もうね、なんですかね、 YouTube で稼ぐみたいな方法もあるんですけども、本当にね、 YouTube を使う方法として、まずやっていただきたいのは、自分の応援したい人を紹介するみたいなことでね、どん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 そのネタが尽きないようなね、応援したい人をたくさん自分に抱えていくってことをしてみたらどうかなと思うんですよね。そうするとまた地域がね、好きになりますし、あ、パーソナルジャーナリストの山根さんに紹介してもらいたいなと、YouTube をやってる人に紹介してもらいたいなっていうふうにして取材を申し込む方も出てくると思うんですよ。そうなんですよね、私たちはジャーナリストですから、多くの方から取材を申し込まれて、そしてこちらからね、取材をさせていただくってことを日々の活動にできればいいんじゃないかなと思います。本当にね、世の中はね、ネタにあふれてますから、ぜひね、そういうふうな活動に参加してみてください。それではですね、山根さんの動画なんですけども、動画説明欄の方に第1部と第2部というふうにね、2つに分けて作られてますんで、ご覧いただければ幸いでございます。本当にこれね、素晴らしい活動だと思います。山根さん、本当にお疲れ様でした。